はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルフィッシュです。では今回は信長の野望天下創生パープキットの続きをプレイしていきましょう。で前回ですね、苦しみながらも室町御所を、攻略、ここに島左近を入れているんですけども、今回はですね、また安土に人物金を集めていきましょうというところになります。で、何はともあれ金ですね、金が必要なので金をじゃんじゃか集めていきます。で金を集めて鉄砲を信長のもとに集めて、再び三好攻めを行っていきます。特に金があるところから輸送するときはね、たまに野党どもに襲われることがあるんで、そこだけ要注意ですかね。これでだいたい金は集まったかな。じゃあここからはですね、ちょっと一旦の間は投資を入れておきましょう。ちなみに商人は今来てないよね。商人が来てたら、家宝もこの際一気に買い漁ろうかなと思ったんですが、いないようなので投資を入れていきます。今回は内容は誰もしてくれなそうだからな。一応忍びを入れておきたかったけど入らなかったね。浅井朝倉がもう完全に仲違いだからな。ここはじゃあ岐阜から兵を出しましょう。それに森綱、よし、安土にそう言ってた矢先に人が、商人が、待望の商人がやってきましたね。家宝を買い漁りましょう。安いものから、特技が得られるものを中心に、もうバカみたいに買っていきます。槍襖、聖者突撃、鉄壁は欲しいな。ただちょっと高いので安いものをやっぱり買っていくしかないんで今は。後部収集、混乱、突撃、槍襖、この辺り全部まとめて買いましょう。まとめ買いはさせてくれないか。いや金持ちからするとこういうのさ、まとめ買いしたいっていうやつ出てくるんじゃないの。家宝、金に物を言わせて買い漁る。あとはね、騎馬鉄砲とか国崩しの陛下が獲得できる家宝も見つけ次第買っていきましょう。今ちらりと国崩し見えたね。ちょっと高そうでしたけど、鉄壁は絶対欲しい。あとなんだかんだ言って収集も欲しいんですよね。
いやー、鉄壁9000はちょっと高いな。そうするとこっからは国崩し、鬼鉄、この辺りがもらえるのを2、3買っておきたいですよね。ただ高い。鬼鉄の兵士18000、高いな。そしたらまた人物金のうち物を集めましょう。いやいや、金を集めましょう。まずちに金という金を集める。と言ってももうあんまりないか。もうそこまでの余裕がないね、どこも。そしたら国崩しだけ買っときましょう、最後に。国崩しが得られる一番安いので18000。ここにこれでいこう。本当はね、鉄砲も買っておきたいところなんですけどね。で最後に人事で分け与えていきましょう。まず光秀には家宝で、まあいっぱい持ってるんだけどね。混乱と正社には持ってるんで、鼓舞をちょっとつけてあげたいよな。鼓舞を持っているのはあんまりいないか。ただ鼓舞はつけたい。同様に松永久秀にも鼓舞はつけてあげたい。なんかいらねえぜみたいな雰囲気だったな、松永久秀の野郎。忠誠が58に下がっている。マジかよ。いやいや、とりあえずさ、もらっときなさいよと言いたいんだけど。本当にわがままだな、松永久秀に関しては。んで、あとは早速この芥川山城に出陣していきましょうか。いや、今回のターンは一旦見送る必要があるな。信長が出れないですからね。毛利がちょっと押し込まれているなという印象かな、さっきの戦いを見る限りだと。信長が鉄砲が2000が組織できないな。これはちょっと痛手なので、信長のところに再び今度は鉄砲を集めていきましょう。といっても鉄砲が数あるところがどんだけあるかっていうところはあるけどね。秀吉のところから鉄砲を巻き上げて、で出陣します。5、6に半兵衛、一益、左近はさ、槍にしようよ。光秀も弓じゃなくて槍にしよう。ちょっと軍馬が欲しいですね、やっぱ。一益も弓にして、半兵衛も
まあ弓にしましょう。いや鉄砲もないのでここは槍にしましょう。今回騎馬がいないのが少しどうかな。さあ敵は立てこもったな。大将は信虎、数は多くないですね。じゃあいつもの焼き打ちから始めていきましょう。黄金茶室、ここの焼き打ちからだ。この黄金茶室を焼き打ちされて黙ってはいられないだろう、さすがに。赤い直政は本当強いからね。足利義昭ももう今や敵か。よし、ここはもうじゃあ力攻めに変えていきましょう。本当だったらこういう時に騎馬がいるとね、撤退する敵の追撃ができるんですけどね。もう本陣に敵を、味方を残しておく必要はないので一気に攻撃しちゃいましょう。左近は一度じゃ本陣に返そう。少し兵が減ってるんだよね。なんで総合体が出てきたんだ、意味がわからん。誰が壊滅した？秀吉隊だな。半兵衛もちょっと壊滅したか。いや思いのほかきついぞ、圧倒的に押してたはずなのに。いや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 、思ったより全然きつくなってきてる。いや見てるよ、見てるんだけど、なんとかならないの。残り戦、押し込んでくれ。だあ、マジか。この戦いで負けるか。ちょっと情けないっていうか、戦い方間違えたな。今の戦い方は確実に一個ずつ敵の矢倉を占拠していく戦い方をするべきだったな。ちょっともったいなかったかな。確実に勝てると踏んだことによってちょっとみっともない戦いになっちゃいましたね。こういうことやってるとね、また時間がここで消耗しちゃうんだよね。
ただここは間髪入れずに軍事行動を起こそう。これができない。こっちは危険だな。一旦見送るしかないか。いや今の戦い勝利できなかったのマジアホだな。みんな弓好きだよね。陣形みたいな考え方がちょっとないんで、そこが微妙なとこなんだよな。よし、敵の数はさらに減っている。黄金茶室と焼き打ちだ。黙っては見ていられないだろう。もう黄金の茶室を焼き打ちされて、結構黙ってるね。なんとか野戦に引き込みたい、引っ張り出したいところなんだけど全然出てこないな。マジか、全然出てこないな。しょうがないな、ちょっと突撃を仕掛けるしかないね、こうなっちゃうと。機体を引かせましょう。マジか。しかも敵は追撃してこないね。結構意思疎通がしっかりしてるな。しっかり籠城して全然出てこない。となると挑発とかも入れておきたいかな、今後のために。挑発を入れておいて敵を釣り出すっていうのもね、一つ。おっと、やっと出てきたか。遅いよ。
壊滅、敵部隊壊滅いたしました。するぜ。牙が欲しいね、やっぱりこういう時のために。いや、さっきの戦いで勝利できなかったのマジで痛いな。ちょっと士気の面で勝ち目がないか、一旦火を引きましょう。数の上ではこちらの方が有利ですけどね、まだ。ただ、城攻めをするには数が足りないかな。味方が壊滅？どういうことだ？なかなか厳しいな。義昭は処刑だ。八神城に連続攻撃を仕掛けるというのも手ではあるとは思うんですが、一旦ここは兵を休ませましょう。でだ、もう間髪入れずに本当に力攻めに力攻めをしていきましょう。情けないのがちょっとあれだよな。最初の一発目だよね。あそこで確実に落とせなかったのがちょっと情けないよな。ここでイベントですね。
さてと、そしたら、今見てもらったように家康、武田に攻められて厳しいかなという感じはあるんですけど、こちらはこちらで攻略戦を行っていかなきゃいけないので、引き分けか、攻略しきれないな、本当に攻略しきれない。そうしたらですね、前回少し金がないみたいなことを言っていたところがあったと思うので、そこに金を撒いていきましょう。ここだな、ここに金がないんだな、折半しなさい。金が余ってるところがあるなら、その金はもらい受けるだ。野党の類に金を、天下の信長の金を奪うとは、ぶっ殺されてもおかしくないからね。さあ商人まだいるよね、出てったっていう話ないんで、そうすると鉄砲買おう。いや、信澄一門衆なのにさ、ちょっと微妙っていうのはどういうことなんだろうね。今度は最上のイベントだな。どう見ても2人じゃないんだけどね、この野党の数。パッと見ても10人はいますよね。
さてと最上義明の話もありましたが、まあ、当分はまずは我々としてはの芥川山城、ここをね攻略しないことには始まらないので、鉄砲の数がないな。戦える武将、成政はどう？成政導入してこれでいきましょうか。数正は槍、本当はね軍馬欲しいんだけどな。軍馬集められないかな。ちょっと軍馬を集めるための手はずを考えてみましょう。前田刑事にやっぱり軍馬をさ持たせたいじゃない。なんとか集められそうですね。これで本当に今回で決着をつける。いつまでもこの城に時間はかけてられない。まずはいつもの焼き打ちからですね。ああそうか、せっかくなんで挑発つけてくればよかったな。なんとかね敵を。発したいところだったんだけどね。さあ敵が出てくるぞ。まずは確実に総合体から撃破していこうじゃないか。十分に引きつけたら一気にこれを撃破だな。いいぞその調子だ。ノブトラだけは逃がすな。よし追撃したね。一旦兵を休ませましょう。その上で再度焼き打ち。もうちょっと敵の数削りたいからね。出てこないか。しょうがない。
出され。撃て。こんだけあれば熊本型の天守を先に攻撃した方が早いな。信長の体力にだけ気をつけとけばいいね。刑事はちょっともう救えないかな。ようやく半分か。式的にはどうだ、間に合うか。孤独の部隊が壊滅。ただあと500なんでこのまま押し切ろう。よし、なんとかこの非効率な戦い方ですけど勝って勝って戦って戦ってという感じですね。じゃあ早速ここに武将入れよう。誰入れるかな。ある程度信頼がおけるものを置きたいので、堀秀政、中村和次、中村和次は置けない。ちょっと待ってね。そうすると信澄は送れてるよね。まあなんといってもちょっと忠誠が微妙でしたけど一門衆なんで。まあ本当にねお金が足りないよねこの戦い方だと。ただ三好を落とすという意味ではもう本当にあと一つ、畿内からはあと一つ城をぶった切ればいいので。とにかく金だな。金が欲しい。1円でも多く。そうするともう次の攻略目標は八神城、ただ一つ。ただこの八神城にはね、信虎、直政、祖豪、村重、吉岡、そうそうたる面々が入ってるね。さて引き抜き工作かけてくるじゃん。とはいえこちらになびきそうな人材誰もいないからな。岡崎町がピンチか。ここは武将を送ってあげるしかないね。勝家、一徹、直政、ここは絶対に負けるわけにはいかないので。
なんとか引き分けに持ち込んだ。家康との同盟どうするかって言われてもね、家康を今敵に回すわけにはいかないので、光秀を送っておきましょう。京都。いや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 、あのさ、家康くんって言いたくなるよねこれ。いやー、まあ、そこまでしてやる必要はないな。共闘し向こうしてあげてもいいよって言っているのに、向こうからいやいやいやみたいな感じで来られてもね、ちょっと困りますよね。さて敵の数9700、多いな。解体が前面に出てきているので、この赤い体を叩いちゃうのが一番早いよね。目と鼻の先だもん。よし、あとは敵が撃って出てきてくれれば締めたものなんですけどね。野戦での勝利をそのまま攻城戦の勝利につなげたい。よし、ナオトラを討ち取ったので、門を破壊して中に入ろう。
ひるむな。攻撃。かしこまりました。ひるむな。かかれ。かしこまりました。攻撃。かしこまりました。かしこまりました。総体をこのまま撃破しつつ、本体の方は一気に。なんとか時間との勝負だな。行ってくれ。よし、八神城まで一気にいただいたね。この八神城って結構最前線だからな。三好と朝倉両方に挟まれる。ここは常ちゃんを送ろう。常ちゃんに長政をつけよう。浅野団長、長政、長近、あと最前線とは程遠いところはもう武将の数あまり入れておく必要はないので、よし、こんなところかな。だいぶ今回2つの城を取れたのが大きいですね。次はそうすると三好行くか、山名とはちょっと仲良くしておきたいよね。朝倉を先に潰しちゃうっていうのも手だと思うんですが、まあここはちょっと思案をねしておきたいと思います。ではじゃあ今回は一旦ここまでにして、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。